さあこれで食事の方の、お肉の準備が終わりました、こちらが、腎臓キドニーって言いますね。そしてこちらがレバー、まあ言わずと知れた肝臓で、心臓の部分ハツですね。で下胆です。獅子胆って言うべきかな。トンタンではないからね、獅子だからね、獅子胆だね。であとはこちらあばらの方の、バラ肉のところですね。そして今回スープにする部位はこのようになっております。頬肉とあと頭の部分の頭っていうべきなのかな、そういった部分、あと首周りのお肉と多少のバラ肉とバリエーション豊かに、入れさせていただきました。まあ普通に食べて美味しくないわけがない、美味しいに決まってます。ですので私は、狩猟という特権を生かして今回スープの方に脳みそを入れてみる形になりました。市場にそんなに出回ることはないでしょう。お肉はたまに出回ることはあってもね。まあもちろんスープの方はこれだけじゃございません。ちゃんとね、なものも入れなくちゃいけませんので、じゃん、はい、採取してきました三つ葉とゆりわさびですね。まあこちらが三つ葉ね、でこちらゆりわさびです。特にこのゆりわさび見てくださいよ、これね、ほらやっぱわさびと言われるだけあってね、立派な地下茎ですよ。ちっちゃいですけれどね。ではこちらの、山菜たちも、この鍋の中に入れていきましょう。よいしょ。続いて入りますはこちらの椎茸ね。見てください、キノコの山で採れたね、元気な方の椎茸はまだまだ元気です。しかしどうでしょう、最初に罠を仕掛けたスポットで採取したちょっと痛みかけの椎茸は一日でこんなになってしまいました。まあこちらの干し椎茸の方はもうね、どうしようもできないですが、このままイン。そして普通の椎茸の方はなんとなくですけれど切れ目を入れときましょうか。こいつも入れといてね、こいつもパクパクしてね、味が染み込むようにね、よいしょ。あとはこちらに私の殿下の宝刀塩ね、こんな感じかな、はい。であとはこれに水を入れて煮込んでいく形ですね。お前たちにも風呂、ほら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 、いやーすごい豪華だね。少しケチって肉をね節約しているところがあるけれど、それでもこんなに豪華になる、最高だね。いやーもう我慢できません、早速火を起こしてこいつを煮込んでこいつを焼きましょう。よし、スープの方はそろそろいいだろう。出来上がり。あとは下の火を置き火にして、串焼きを焼いていこう。よいしょ。よし、じゃあ早速。オープン。おー。
こんな感じ。あー、レンズが曇ったか。やっぱり見てください、このこの茶色い、いかにも出汁が出てますみたいな色のスープできました。亀五郎流ボタン鍋完成。イエーイ。お待ちかねのお食事タイム。やったー、お腹すいた、もう日も陰った。いただきます。ちょっと気が早いかもしんないけど、先にメインディッシュいっちゃうか、もう待ちきれないよ。はい、見てください、こちらがイノシシのお肉です。ほっぺのところらへんですね。いただきます。なんて柔らけんだ、柔らかい中にもしっかりとした、しっかりとした歯ごたえがある。うまい。続いてはしいたけ。こんなに煮込まれちゃってまー、うまくないわけがねえよ。いただきます。もう味の感想とか言ってる場合じゃねえ、もう早く次に行きたい。次はじゃあこいつにするか、ゆりわさび。こんなにしなしなになっちゃって、まあスープを吸っててすげえ美味しい。意外ともうあの歯ごたえも何もなくなっちゃうのかと思ったけど、すごいシャキシャキ感は残ってた。いい臭み消しにもなったんじゃないのか。こっちは三つ葉の方です。あ、いいね、このこの香り。三つ葉が一緒に入ってるから、多分それで匂い消しにもなってるだろう。そのためなのかな、そのおかげなのか分かんないけど、すっごい爽やか、なんていうかこう獣臭さみたいのあるだろうなって思ったけど感じない、本当に。じゃあそろそろ行くか、吉と出たか凶と出たか。ああ、脳みそ、ほらちょっと三つ葉が絡んでるけど、三つ葉と一緒に。いただきます。すっごい口の中で溶ける、濃厚、濃厚すぎる。やっぱ白子とかが近いかな、あるいはなんか高級なプリンとかこんな感じのとろき方するやつがたまに売ってるけれど、うん、まあ白子が一番近いかな。あ、でもこれすげえな、よく言えば濃厚。
悪く言えばくどい。半分ぐらいでよかったな、入れんの。胸焼けしそう。これも獅子肉ですね。ちょっと脂肪の層が多いかな。柔らかい。脂肪の層がいいアクセントになってるね。今まで食べてきたのって鹿ばっかだったんですよ。鹿って正直そんなに脂が乗ってなかった。だからこうシャキシャキとしたような歯ごたえっていうか、ね、しっかりとした歯ごたえの濃厚な赤身肉みたいな形だったけど、こいつは柔らかい。もうこの脂身のところも美味しい。これで角煮作ったらうめえだろうな。信じられない。信じられねえ。嘘だろ。まあ私はね、今までね、こうやってキャンプをしたり野営をしたりとかそういうことをしている時っていうのは、まあ調理の選択肢がね、煮るか焼くしかできない人間だったんですけれど、まあその中で一番まあメインとして食べていたのはこのスープっていう食べ方だったんですね。で、今まで食べてきたスープの中でダントツの1位になりました。このだし汁がうめえ。うますぎるだろ。このだし汁でうどん入れてえな、うどん煮込みてえな。どっかにうどん生えてねえかな。ちょっと串焼き行ってみようかな。じゃじゃーん。ちょっと火に当てすぎてボソボソになっちゃったかな。レバーです。いただきます。レバーだ。あ、すっげえ鉄分が、鉄分っていうかすごい血の匂い。鉄分が、鉄分が体に入ってくる。次はタン。パサパサになっちゃったな、こいつも。いただきます。かった。あ、でも先端が硬、先端の方のやつは硬かったけど、次のやつはあれだ、プリップリしてる。あ、タン塩だ、タン塩。あ、うんうんうん。あ、美味しいじゃん。次はハツ。ハツ。
なんかすごいシワシワになっちゃったな。いただきます。うめえ。他の普通の部位のところがこう柔らかかったりとか、脂肪たっぷりでジューシーっていうところが多いけど、ハツは違う。もうほんと筋肉の塊だから、食べ応え十分。あ、俺ハツ好きかもしんない。これうまい。いや、どこ食ってもうめえな。次はこいつ行ってみるべね。腎臓キドニーだね。いただきます。レーファーとハツの間みたいな感じだな。ハツのような歯ごたえがある中にレバーのようなまろやかさっていうか、鉄分感っていうか、そういうのを感じ取れるね。レバーよりこっちの方が好きかも。さあ、そしてメインディッシュでしょう。こちらね、やっぱメインとなる肉の部分、まあこれはあばら周りのところなんですけど、脂肪もたっぷり、肉質も赤身。いただきます。もう何も言わなくてもいい。うまくないわけがないんだよ。いいぞこれ。はまんねえな。今までこんなことなかった。噛みしめて油を飲むなんていう行為、噛めば噛むほど出てくるんで油が。今こうやって噛んでるべ。飲めるんだよ。脂身のところをね、噛むとジュワー出てくるの油が。それを飲めるんだよ、食ってるのに。今までにねえな、こんなお肉。こんなに美味しいお肉にありつけて、亀ちゃんは幸せ者です。ごちそうさまでした。あー、食べた食べた。あんなに腹いっぱい食べたのに、まだこういうぐらい残ってんだからな。これでまだ足一本ですからね。同じようなのがあと 2,3 本あるんですからね。これでしばらくは美味しい料理食えるでしょう。いや、正直3日という早い段階で解いてくれて本当に良かった。うん、僕の気持ちが切れる前に取れてくれたからね。1週間2週間かかるかなっていうふうに思ったんですけれど、
ああやったぜ。今回の DVD いかがだったでしょうか。私個人としては初めて、まあ、この DVD でイノシシを捕獲して、その初めてを提供できた、そしてこんなにも美味しい肉に出会えた、私は満足です。皆さんも興味がございましたらね、ぜひとも狩猟やってみてください。鉄砲なんかなくたっていいんです。罠があればできます。このような立派なお肉、皆さんも手にしてみましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。また機会があった時見ていただけたら幸いでございます。よし、次は鹿取るべー。